並木陽が作を、藤井靖が演出を務める1848は、19世紀半ばのハンガリーを舞台にしたオリジナルのグランドロマン。貴族の娘ユリシカとその姉のカーロイが革命という大きな渦に巻き込まれていく様子を描く。ヒロインを演じるのは元宝塚歌劇団雪組トップ娘役の真琴咲穂。自身に当て書きされたというユリシカについて、宝塚歌劇団を目指していた頃の自分の姿と重なる部分も多くあり、退団した直後にこのお役に出会えたことに本当に感謝していますと感想を述べ、ユリシカが出会った人たち、彼女がどんな道を進むのか、一緒に楽しんで、ハラハラして、胸が苦しくなって、ちょっぴり笑っていただけたら嬉しいです。とコメントした。また、兄カーロイを演じる、大宝直人は、激動の時代に、信念を持ち、命を燃やして生きるキャラクターたちの姿に、僕自身も胸を打たれながらの収録でした。声だけだからこその息遣いや、間合いから伝わる心の機微、想像力かき立てる距離感や立ち位置での空間作り。さらに音楽や効果音が入り、どのような作品に仕上がるのか、僕自身もとても楽しみですと収録を振り返る。その他、ヒロインに色濃く影響を与えるカルミナリス夫人役で、キリア大夢、旅回り一座の女優マルギット役で、野々すみか、コルス教授役と語りで、石川善が出演。キャストには、中河内雅樹、入野美優、石橋哲郎、桜咲彩香、山本育子、水野裕布、大滝博、清水昭彦、井内優希、梶原浩、横山雅さん、井出柚香も名を連ねた。元作は放送から1週間、聞き逃し、配信に対応している。